JR 東日本ホテルメッツ、JR 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 イーストホテルメッツは、東日本旅客鉄道、JR 東日本によるホテルチェーン、JR 東日本ホテルズの宿泊特化型ホテル分度、2018年平成30年10月にホテルメッツより解消された。 JR 東日本ホテルズが展開するシティホテルのブランドメトロポリタンホテルズの宿泊特化型ホテル版として1994年平成6年5月24日に1号店のホテルメッツ久米川が西武新宿線の久川駅南口近くに開業続いて同年7月11日に2号店のホテルメッツ武蔵境が中央線西武玉川線の武蔵境駅 南口駅前に開業し、主に首都圏をはじめ関東地方各地で店舗展開を進めた。ホテルメッツは、駅ビル会社である国分寺ターミナルビル、現、JR 東京西駅ビル開発が、流通業を取り巻く環境の変化にあって、ホテル業に新規参入することによって、経営基盤の拡充に資するよ。 ホテル運営に乗り出したことが始まりであり、駅に近い宿泊特化型のホテルとして、シティホテル並みのサービスと居住性の高い客室を低価格で提供することを目指しており、30代から40代のビジネスマンをメインターゲットとして駅から資金の地に出店している。これは、駅ビル開発の一環や、駅敷地の有給地の利活用なども見込んだものである。百九十九年、 平成11年4月には、JR 東日本関連事業部内にホテル、メッツチェーン本部を設置し、ブランド力による集客力の向上、スケールメリットによる効率経営を目指すためチェーンオペレーショングを開始した。そして久米川、武蔵坂井、国分寺の3ホテルが校長に推移したことを踏まえ、JR 東日本管内の地方都市でも新規出店を進め、 同年7月20日開業のホテルメッツ北上、北上駅、西口駅、7月21日開業のホテルメッツ長岡、長岡駅、東口駅前を川切りに、主に新幹線の停車駅を中心に出店。一駅ビル会社の事業からグループ全体に事業へと発展した。展開初期に開業したものは、有給地活用の面が強かったことから、客室数は、 シングルルーム主体で100室前後と比較的小規模である。またホテル内に会議室を設けている店舗やレストラン、喫茶店、居酒屋などがテナント出店している店舗もあり、こうした会議室やテナントで朝食を提供する店舗もある。客室数に余裕が少ないため、特にビジネス客の需要がある平日は稼働率が高く満室となることが多い。また展開初期の店舗は 東予コインなどと同様に客室設備や建物の基本設計を共用化する傾向があったため開業時期が近い店舗には建物外観が酷似しているケースもある一方で多くの集客が見込めるターミナル駅を中心に店舗の大型化を進め1997年平成9年4月21日開業のホテルメッツ川崎川崎駅西口駅前は 客室数153、2001年、平成13年11月28日開業のホテルメッツ渋谷、渋谷駅新南口駅前は客室数195など150以上の客室を要する店舗も出店している。また一部の店舗では朝食だけでなくランチタイムやディナータイムにも営業するレストランがテナント出店するなど運営規模は徐々に拡大している。 近年は店舗ブランドや業態の多角化が進められている。宇都宮駅西口の駅ビル、パセオの空きフロアを改修して、ホテルフロアへの活用を図った店舗として2012年、平成24年3月27日にホテルアールメッツ宇都宮が開業。このアールメッツブランドの、アールとは、リージョン、地域の魅力再編集リサイクル、既存建造物の利活用リバイバル、 地域活性化の三つのキーワードの頭文字を意味したものである。駅ビルをホテルへ業態転換した例は JR 東日本グループ管内ではこれが初のケースである。しかし2018年平成30年10月のチェーン名称変更を機に同ホテルについても JR 東日本ホテルメッツ宇都宮に解消されている。また、 ホテルメッツとメトロポリタンホテルズの中間業態を取る店舗もあり、ホテルメッツ渋谷は2010年平成22年11月11日のリニューアル開業時、高層階の13.14階をハイグレードタイプのプレミアムフロアとして上質な備品を備えた客室や渋谷や森をモチーフにしたコンセプトルームを展開するなど高級感のある客室構成としている。 このほか、2013年、平成25年4月1日にリニューアル開業したホテルメッツ川崎では、構想外にフロアをプレミアムフロア、同年4月8日に新規開業したホテルメッツ新潟、新潟駅、南口駅前でも構想外にフロアをスーペリアフロアとして、それぞれハイグレードタイプを備えた客室構成としている。2019年、 平成31年2月には初めて JR 東日本エリア以外の地域札幌に出店予定でそれに伴い2018年平成30年10月1日より展開済みのホテルにおいてもブランドロゴのリニューアル帯 JR 東日本ホテルメッツへのホテル名称の変更が実施されたホテルメッツの特徴としてスタンダードタイプのシングルルーム一泊あたりの 宿泊料金が東京都区内の店舗で1万5千円前後、その他の関東各地や地方の店舗で8千から1万円前後に設定されていること、朝食券が付帯されていること、シングルルームでは140センチメートル幅のベッドを原則用いていること、温水洗浄便座と足が伸ばせるバスタブを備えたユニット場を備えていることが挙げられる。展開当初の店舗は、 スタンダードタイプの客室のみの設定だったが、店舗展開が進捗すると、客室面積を広くしたり大画面タイプのテレビを設置するなどして、居室構造に高級感を持たせたハイグレータイプの客室や女性専用の客室、ユニバーサルデザインを取り入れた客室を備えた店舗も出店するようになった。こうした客室は、店舗によってデラックス、プレミアム、 スーペリア、スーペリア、デラックス、レディース、ユニバーサルなどを客室タイプ名に関している。このほか、室内に様々なデザインを取り入れたコンセプトルームや長期滞在向けの家具や備品を備えたレジデンシャルルームを展開している店舗も存在する。近年は旅行サイトや宿泊予約サイトの普及などもあって、東予コインはアパホテルホテルルートインといった格安。 ビジネスホテルチェーンや地場の格安型ビジネスホテルなどとの間で価格競争が課しているがホテルメッツでは大幅な料金割引は行わないため収益は比較的安定しているとされる逆に同じ JR 東日本ホテルズのメトロポリタンホテルズでは空室に余裕があれば成果から大幅に割引で販売することがあるため 宿泊特化型ホテルのホテルメッツとシティホテルのメトロポリタンホテルズとの間で実売価格が近接し朝食の有無程度しか差が見当たらないケースもある。ホテルメッツの展開当初首都圏の店舗は国分寺ターミナルビル、現在の JR 東京西駅ビル開発などの JR 東日本グループの駅ビル運営企業がエリアごとに手がけていた。 しかし1999年、平成11年、JR 東日本グループの経営方針の一環で、東京都をはじめ関東地方に所在するホテルメッツの運営体制が集約されることになり、当時ホテルメトロポリタンを運営していた池袋ターミナルビル株式会社が、子会社メッツホテルレストラン株式会社を設立し、同社が首都圏のホテルメッツの店舗運営を担うことに行った。 さらに2007年、平成19年4月には、東京ステーションホテルや、メトロポリタンホテルズも含めた、JR 東日本ホテルズの運営体制が一本化されることになり、株式会社ホテルメトロポリタン、上記の池袋ターミナルビルが、会社分割及び商号を変更した企業を、存続会社に、メッツホテルレストラン、日本ホテル、ホテルエドモントを、九州合併した上で、 ホテルメトロポリタンの称号を日本ホテル株式会社に改称した。これ以降、関東地方のホテルメッツは同社が店舗運営を行っている。このうちホテルメッツ田端、田端駅北口近くについては1998年、平成10年2月1日の開業当初、日本貨物鉄道、JR 貨物の子会社、JRF ホテルが FC 契約を結び運営してた。 これは、同社の田畑三沢駅、現在の田畑信号場駅に隣接する敷地を活用して JR 貨物が建設し、JR 東日本ホテルズのフランチャイズとして運営を行っていたものだが、2012年、平成24年7月1日付で日本ホテルに移管され、以後は経営、運営とも JR 東日本グループが行っている。 詳細は JR ホテルグループ JR 貨物を参照。関東地方を除く JR 東日本管内各地のホテルメッツは JR 東日本グループの地域主会社が運営している。なお JR 東日本エリア以外の地域で初出店となる2019年平成31年2月1日開業の JR 東日本ホテルメッツ札幌は 日本ホテルが運営を行っている。2019年4月現在、25店舗が出店している。下記の一覧は、北から順に記載。客室数、開業年月日順の相当も可能。各店舗の詳細情報は公式サイト、路線図マップから参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。